ミューヨンマリオも、レックザチェック。よい、アクションはひとゆきです。おなしゃせた。今回はですね、僕の大好きなドラマを熱く語っていくというドラマ界なんですけれども、今回語っていきたい作品は、ミューヨンマリオ 僕の大好きな乃木明子作品であり、そして星野源さんと綾野剛さんがバディを組んだという傑作刑事ドラマ。なんと今日はですね、このミュー404が放送から1周年経ったということでおめでとうございます。まあ、1年経っても色あせないこの傑作について今回熱く語っていこうかなと。で、ところどころネタバレしてしまうところとか、あとね、最終回のネタバレを今回してしまうので、まだ見たことないよっていう人はミュー404、アマゾンプライムとパラビで絶賛配信しておりますので、で一度 見て、この動画を見ていただければなと思います。 さあ、今作タイトルにもなっている MU404 の意味なんですけれども、モバイルインバスティゲーションユニットだったかなとかなんとかを略して MU と呼んでるんですが、警察内にある機動捜査隊のことをそうして MU という風に言ってるんですよね。この機動捜査隊、通称機捜という部署はですね、事件が発生してからの初動捜査というのに特化している部署で、だって事件発生の直後、通報を受けてから24時間以内の捜査 というのを担当していて、ま、事件が長期化していけばねそれをこう捜査一家であったりとかにバトンタッチをするという部署になってるんですが例えばこう犯人が未だ逃亡中とかの事件だったらその犯人が新たな被害者を生み出してしまうかもしれないそんな最悪な展開になる前に寄贈の人たちがなんとか事件解決しようと所動捜査に臨んでいくという部署になってて本作はですねどの部署にも配属させられんような何かしらの問題を抱えているようないわゆる寄せ集めのチームというのがですねリン、まあ

この第四機層に配属されるんですよね。通称、ミュー404という風に言われていると。そんな部署に配属された、元捜査一課のシマという男がですね、バディを組む羽目になってしまったのが、これまで警察署内で様々な問題を起こし続けている、問題児のイブキという男で、まあ、彼と関わった人間というのは、口を揃えて、あいつとはもう二度と関わりたくないという、それほどまでの問題児なわけですよ。しかし、みんな口を揃えて、ただ足は早く 頭よりも先に体が動いてしまうそんな野生みあふれる刑事とバディを組んだ島この二人でですね様々な事件と直面していくという作品になっているんですがそもそも今作の脚本を手掛けられた乃木さんがバディものの刑事ドラマを取り扱うっていうところに乃木好きとしてはおおっていうついに乃木さん刑事ドラマやるんだっていうワクワク感があったんですけどこれまで乃木明子作品に出演していた空飛ぶ広報室で主演を務めた綾野剛さんと右端で主 主演を務めた星野源さんこの二人が満を持してバディを組むという激アツ展開そしてなんといってもですね乃木明子作品の中でも傑作と名高いアンナチュラルという作品のアンサー的なポジションになっていると僕ねアンナチュラル以前動画で語ったことがあるんですけどその時にね最後の方にちらっとこのミュウ404の話をしたんですよでその時にもねちらっと言ったんですけどまあ、アンナチュラルとミュウ404というのはですね実質ドラマの中でも世界線が繋がっていてミュウ404の中にアンナチュラルの キャラクターたちが登場するなんていう回があったりしてこう世界線が繋がっているっていうのが提示されているのでメッセージっていうのもどっか通ずるところがあるなとそう野木さんの手掛けた前作アンナチュラルはですね被害者側にスポットを当てているんですよねかし,しかしこのミュ404ではその逆加害者側にスポットを当てているわけですよ今作のキーワードの一つでですねスイッチという言葉があるんですがその人の行く先を決めるスイッチというのがいつ変わるかはその時になってみないと わからないと。これ普通に生きとって、例えば自分が今犯罪を起こすことなんていうのはないかもしれないけど、明日犯罪を起こしてしまうかもしれない。そのスイッチっていうのは、何がきっかけで変わってしまうかはわからないと。わからないけれども、そのスイッチをもし止められるのであれば、止めたいよな。最悪の事態になる前に未然に防ぎたいよな。 っていうのがこのミュー404で描かれていることで、第1話のラストでですね、主人公のイブキがぽつりとつぶやくシーンがあるんですよ。競草っていいな誰かが最悪の事態になる前に止めることができる。 すげえいい仕事じゃんこのセリフというのを体現するためのドラマになってるんですよねこれがミュ404全11話で描かれていることなんですがそんな簡単にはいかないよね現実ってっていうところも見事に描ききってるとあそういったところでね今作様々な罪を犯してしまう人々というのは各場出てくるわけですよその理由というのは様々なんですがそのどれもがねやっぱりこう胸が苦しくなるというか肯定はできないけれども同情はしちゃうし 理解はしなななくちゃいけないけなと、まあ、中でも僕が一番好きな回第4話の「ミリオンダラーガール」という回なんですが。 ヤクザのお金をぶんどった女性がヤクザから追われていると。その女性を何とかして見つけ出すために主人公たちが動いていくっていうエピソードになってるんですけど、この女性のことを調べれば調べるほどあまりにも悲しくて残酷な過去というのが浮き彫りになっていくわけですよ。社会から一度外れてしまった人間というのはもう二度と戻ることはできないのか、もう二度と真っ当な人生を歩むことはできないのかという非常な社会というのを描いていて、調べていくうちに彼女 彼女の SNS アカウントを見つけるんですよねそれを見てみるとね最後の力を振り絞った彼女が虫の息でつぶやいているツイートというのをいくつか見つけるのその内容ったらまあネガティブで人生全てに絶望しているそんな最悪な内容になってるんですよねもう悲しくて見てられねえと思っていたら彼女の本当の気持ちというのは全くの別物でそんな彼女の本当の感情というのがラスト明かされるんですよねここの回想シーンで起きた号泣最後に 一つだけ。トラトラタトゥツパントラトゥトラト,ラト高級。で、今作ね、そのね、SNS の使い方っていうのがめちゃくちゃ上手で。 ね、テレビドラマであるということを最大限に生かした脚本になってたんですよ。まあ、今作における大ボスのね、くずみという男を、あと一歩のところで取り逃がしてしまうという、くずみのね、狂気っぷりっていうのが明らかになるこの NotFound という回では、警察の捜査というのを邪魔するためにね、くずみが SNS アカウントを駆使して、ハッシュタグ New404 っていう、このハッシュタグをですね、トレンド入りさせて、警察からなんとか逃げ切るという場面があるんですよ。で これマジで恐ろしかったのがね。この第9話を放送していた時、リアルタイムでツイッターのトレンド1位がハッシュタグミュー404だったのよ。ドラマの世界線と現実の世界というのをリンクさせてしまうという、このえげつないぐらい酷な演出と、俺らクズみに加担しとんじゃん。 って思わせるような、めちゃめちゃいやらしくて意地悪な演出なんですよ。鳥肌だったよね。こんなことすんのって。リアルタイムで現実の世界とリンクさせるっていうのにものすごくこだわってたんですよね。第四奇想は本当にいるんじゃないか。そんなことさえ思わせてしまうようなキャラクターの息づかせ方と、その脚本の持っていき方がもう見事だったんですよね。だから多分1年経っても未だに愛されてるドラマなんだろうなと。未だにこのバディの活躍というのを日本のド どこかに期待している視聴者がいると。 須田まさきさんが演じたこの男がですね、今までに見たことがない悪役像で、彼がずっと名乗っていたくずみという名前がもちろん偽名で、年齢も生年月日も何もかもが不詳だと。こいつなんなのこいつってこの世に存在している人間なのノットファウンド404じゃん主人公たちの組織とどっかリンクさせるような、今作における悪ですら存在していない人間だったと。まあ、最終回ですよ。ようやく くずみ vsRUN404 のバトルが見られるという場面で今作1話から10話まで様々な犯人が出てきてなんで人は罪を犯してしまうのかどこでそのスイッチが変わってしまったのかというのをまざまざとこれまでの10話で見せつけられたわけじゃあこのくずみは 今作で描かれているボスキャラであるクズミには一体どんな理由があるのか何が間違えてどこでスイッチが入ってクズミはこんな男になってしまったのかというのをいやおでも俺たちは妄想をしちゃうわけよクズミにはどんな同情の余地があるんだろうとそんな謎多きクズミに逮捕後主人公二人がですね問い詰める場面があるわけですよお前は一体誰なんだとそこでクズミ言うわけです何がいいかわいそうな老いたちか歪んだ過去か どれがいい俺は、お前たちの物語にはならない。トルトルトントントンえぇ、ー、ないんだ安易に同情なんかさせんし、安易に感情移入なんかさせてたまるか。俺の人生は俺のもんだ。俺が悪の限りを尽くしていたのも、俺個人の問題だと。泣ける過去や社会的なテーマなんてのはない。この男には何もなかった。 全11話において、様々な罪の形を描いてきたニュー404における最大の悪役の理由は何もなかった。この悪の描き方が、俺はもう身震いして、真の悪っていうのに、理由なんてつけないっていうところがほんと怖かったよね。まあ、ジンバさんとか俺、 好きなんだけどこの主人公バディもそうなんだけど俺ジンバココノエバディが一番好きで様々なね刑事であったりとか様々なキャラクターっていうのがいっぱい出てくるんですよナイトクローラーっていうねあのユーチューバー的な存在も出てきてちなみにこのナイトクローラーの部屋にさあのジェイク・ギレンホールの映画のナイトクローラーのポスター飾ってあってあ、ちゃんとそこリスペクトしてんだっていうまあ今作に起きるね主人公二人シマとイブキバディですよこの二人の過去というのを描いているの 第8話の君の君笑顔というね高坂さんとガマさんそれぞれの大切な人というのを描いているエピソードこれは。 これまぁ見て。このリフレインっていうエピソードがね、相棒殺しなんて言われている島の過去というのに迫っているエピソードで、ま、過去の相棒の死の謎というのを、今の相棒の息吹が解明していくっていうスタイルで撮られているエピソードなんですけど、第8話の君の笑顔ではね、伊吹が刑事を志すきっかけになった恩人でもあるガマさんっていうベテラン刑事、今は隠居してね、平穏な日々というのを過ごしていたこのガマさんの、とある過去というのも迫っている。 君の笑顔会もえぐかったこの回の感電の入り方マジでえぐかったよな <laughs> 発狂したもんえぐー やっぱ人間って過去から今の人格というのを形成していくわけじゃない。過去から未来というのは作られていくわけじゃない。今作における大きなテーマになっているスイッチ。どこでスイッチが切り替わるかわからない。何がスイッチになるかわからない。でもそのスイッチを止められるなら俺たちで止めたいよなっていうこの島の発言を最終回で見事に体現してみせるというこの10話までのプロセス完璧なんですよ。最終回でね、とんでもなくねえげつないシーンっていうのが入ってくる んですよこの場面が、いわゆるこう視聴者が想像しうる最悪な結末で、いわゆる未然に防ぐことができなかった最悪の結末というのを一回視聴者に見せるの。で、その後、こうならないために、俺たちはこの銃はこのドラマの中で様々な罪と触れ合ってきて、様々なスイッチの瞬間を見てきた。だから俺たちは、このスイッチを未然に止めることができるんだ。俺たちはそうしなくちゃいけないんだっていうのを踏まえて、 こっからもう一展開のラストその後事件を解決した後この最終回のエピソードタイトルはゼロなわけよいわゆるゼロ地点この二人がバディを組むことになったという一つのスイッチからゼロ地点に向かっていくのよって俺たちは様々な事件を見てきたそして俺たちは改めてゼロ地点こっからスタートするんだぞというのを全11話で描いているのよゼロに向かうための11話なのよだから第1話っていうかこのニュー404 ででは舞台設定を2019年にしていてい物語がですね現代に最終的にリンクしててていいいくくっっううよなな展開ににんですけど現代にリンクした瞬間にもうゼロになるんだと。様々なこう未然に防ぐことができなかった事件もあれば未然に防ぐことができた事件もある。そういうのを全部踏まえて俺たちは改めてバディになったんだ。最終回で初めて二人はバディとして成立したんだ。俺たちはこっからゼロからのスタートだぞこの描き方が最高なんですよ。 1>, 1話から11話までで完結させるんじゃなくて、1話から11話まででこれからを描いていくのよ。それが素晴らしいよね。 あの時止められなかった後悔であったりとか、もう二度と戻ることができない過去であったりとか、そういうのを全部踏まえて、俺たちは奇想でやっていくんだ。ミュウ404でメロンパン号を走らせるんだと。純粋な、がむしゃらに正義に突っ走っていく二人じゃないからこそ描ける大断言なので、<laughs> ぜひ皆さんね、ミュウ404、全11話、アマゾンプライムとパラビで絶賛配信中です。ちなみにパラビの方だとディレクターズ カット版と称してちょっと長いロンングバージョンなんんかもあったりしますののでぜひ皆ささちらの方見てみてみくださいといとうことで今日はミュウ404を熱く語っていきました。皆さんの好きなエピソードなんかがあればね、コメント欄で教えてください。以上、北之でした。バイバイ。時間足りんわ。うーんー、いや、最高だよな、ミュウ404。俺が一番好きなのはまさかき第4話。で、第5話の夢の島も大好きなんだけど、やっぱね、第6話のリフレインもたまらんし、 いや、まあ、それでガマさんの8話もう最高なのよ。えぐいのよ。もうこれあの、起きたあるあるなんだけど、あの、マジで語り足りんときは、アフタートークにまで侵食してくるっていう。じゃあ、いらんやん。ほな、もう、最初の時に全部言っときや。いや、たまんねえわ。うん、あ、一応言っとくと、あの、8月のえ9日に単独イベントやります。 っていうのと、8月の28日に東京シネマ文化祭というイベントに出ますと。概要欄に詳細貼っておくので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。俺もパラビーをフをイヤースティックで見ようとしてるから、これ止めた瞬間、もう一回、もう一周します。ミュー404。以上、沖田勇気でした。お疲れ。バイバ